皆さんこんにちは。あとアプリ、ただいまよりですね、あどうもお疲れ様です。どうも、ただいまよりみんなで行こう辺野古へ富雄新基地建設、9.20、県民大行動に連帯する大阪同時アクションの模様をですね中継します。本日ですね、沖縄の辺野古をはじめ、こちら大阪と、京都と大阪とあと、東京の渋谷の、宮下公園というところでもやってるです。どうも皆さんこんにちは。どうも、こんにちは。どうも、少し最初にご挨拶させていただきます。辺野古の海では1月から防衛省が辺野古の海を埋め立てるための海底ボーリング調査を強行しています。本当に日のやり方で強行が続けられています。現場では陸ではキャンプシャークのゲート前で座り込み、海ではカヌー隊が出て体を張って文字通り粘り強く諦めないで、行動が日々続けられています。都市行動が続けられています。時には三線で歌ったり踊ったりしながらも本当に明るく力強く諦めない行動が続いています。私たちもここ大阪で負けないで頑張っていきたいと思いますが、8月の23日にはキャンプシュラブのゲート前に3600人の市民が集まりました。そして、どうもこんにちは。どうも。辺野古の新基地建設反対と大きな声を上げました。今基地は作らない、反対の声は大きく力強く、そして揺るぎないものになっていると思います。で、今日この同じ時間に辺野古の浜で、県民大行動が行われています。3000人規模とも6000人規模とも聞いています。本島の各地から今日はバスが70台チャーターされて、現地に駆けつけるということを聞いています。そもそも普天間基地っていうのは、そもそも普天間基地は世界一危険な基地だからということで即時閉鎖しようというはずだったんですね。なのに基地の負担が軽減されるどころかオスプレイが配備され訓練し、今でもまだ現場基地は使用され続けています。そして基地と隣り合わせ、地形と隣り合わせの暮らしは今でも変わることがありません。私たちは沖縄に基地の負担をこのまま押し付けたままで本当にいいのでしょうか。今新しく基地を作ってしまって本当にいいのでしょうか。とてもいいとは言えません。いいはずがありません。私たちは止めるためにここ大阪で大きな声を上げていかなければ上げていきたいと思っています。辺野古の海は絶滅の危機に瀕している沖縄のジュゴンが住むとても自然豊かな海です。その豊かな海を戦争のための基地のために本当に壊してしまっていいのでしょうか。私たちは美しい海が壊されてしまうのを黙って見ているわけにはいきません。ジュゴンが住む海を守るため、また辺野古の海はジュゴンだけではなくってとてもたくさんの生き物が育まれています。たくさんの命があふれています。まさに宝の海です。その海を本当に守るために私たちは取り組んでいかなければと思います。辺野古のおばあはこう言います。戦争の後この海があったから生き延びることができたんだよ、この海の恵みがあったから子供や孫を育ててきたんだよって言います。この海が壊されるのを心が痛むと言い座り込みを続けています。私たちも同じ思いで美しい海を守っていきたい、そういうふうに思います。今安倍政権は本当に戦争のできる国を作ろうと突き進んでいます。
その安倍政権に私たちは本当に脳の大きな声を上げていかなければと思います。今日は東京でもまた京都でも沖縄に連帯して同時アクションが行われています。私たちはここ大阪で同時アクション大きな声を上げていきましょう。よろしくお願いします。私がこんなに真っ黒になって辺野古から帰ってきました。9月4日から約1週間、ゲート前の阻止行動、そして、船での監視行動、カヌー隊に乗って、ブイの中に、突入してきました。で、ブイの中に突入したとき、今、報道されている即逮捕、もしくは警告法によって拘束されるということが言われているんですが、全く法的に根拠はありません。海上保安庁第2本に基づく安全の確保というんですけども、安全の確保をするために拘束されていることは全くデタラメな話で、カヌー、まず私の横にいたカヌー隊がまず拘束されようとしたので、それをまず阻止して、その後、V の中に入りました。で、 V の中入ってすぐ拘束されるかなと思ったんですけども、全く拘束されずに、あ、これはいけるかなと思ってたんですけども、その時に9名がもうすでに確保されていて、で、私はもうその後片付け、カヌーを拾い回ってですね、大切なカヌーを拾い回って、皆さんの元にも届ける形で、まあ、そういった行動をずっと続けてきました。で、現地では、8日でしたかね、7日か、右翼団体が来るということで、こちらも、300名近く人が集まってですね、右翼団体が約100名来て、国旗、そしてアメリカの国旗や、日の丸の旗を持ってですね、辺野古の浜に結集してきました。で、そこを跳ね返すためにこちらも結集してですね、大きな集会になり、あ、なんとかこちらが数が勝ったかなということで、押し返しました。で、その後、海上保安庁の暴力的な行為が未だに続いています。1人、3人かな、頸椎の、損傷、いわゆる、そういった暴力的な行為が未だに行われています。これをやはり、止めるためには私たちが一つになって大きな行動にしていかなければなりません。で、本来なら今週大型スパッド大戦が入る予定だったと聞いていますが、まあ、台風もあり、それが遅れているようです。で、来週あたりまた来るんでしょうが、それが終われば、中敷き護岸工事、これが始まります。いわゆる埋め立てです。これの入札の開、入札が9月19日に締め切って、10月29日に開札され、その後業者が決まった上でどのようにされるか、まずダンプを使って辺野古、辺野古ダム周辺から約200万トン流下、ダンプにして約40万台の土がダンプによって運ばれる。で、稲水さんのおかげで、以前ベルトコンベアを使う予定だったんですが、それを阻止することになり、今防衛省は、工事の変更手続きを今進めています。で、それをまず止めることがこれから、辺野古では続けられるんですけども、やはり本土の運動をもっと大きくして、一人一人が横につながり、友達や家族やたくさんの人を手をつないで一緒にここに結集する、そういった大きな行動をしていくことが必要だと思います。今度10月5日の集会、あの案内もありますけども、10月5日の集会、そして11月9日にも、平和人権センターと、石田瀬奈戦争協力ネットワークの協賛で大きな集会、3500名近い集会があります。で、そこでまた足富さんをお呼びしています。足富さんがに新しい情報、これから沖縄をこれ今後どのような行動をしていくのか、やはりそこで一緒になって、行動を提示して共に戦っていきたいと思います。まだまだこれから辺野古も、いろんな戦いが続けられます。カヌーも、まだまだ増やさなければならないし、カヌーの乗る人間も少ないので、これからたくさんの方が辺野古に行ってカヌーを練習して都市行動を続けていく、そういった行動がこれからも求められます。皆さんと一緒にこれからも一緒になって頑張りましょう。よろしくお願いします。
さん、ありがとうございました。海上保安庁というのは、本当は海の安全、市民の安全を守るべき職務だと思います。それが本当に曖昧な法的根拠で取り締まり、排除をしているということは、本当に日本は法治国家だったのだろうか、とてもおかしなことが現場では起こっていると思います。次に、事故保護キャンペーンセンターからの報告です。皆川さん、よろしくお願いします。9月7日に名護市、地元の名護市で市議会選挙がありました。その応援に行かれていた皆川さんの方から報告を兼ねてアピールしていただきます。よろしくお願いします。ご苦労様です。地方保護キャンペーンセンター皆川と言います。私は皆さんご存知の東尾那佐久間さんの後援会の一員として選挙闘争を戦ってきました。で、皆さん結論はもうご存知のように稲嶺市長与党が14議席で、基地に反対するけれども是々非々で行うという公明党が2議席、そして、推進ということすらできないような立候補者も含めて11議席ということで、与党が過半数を取りました。で、たくまさん自身、前回を100票を上回る約1150票で第6位で当選しましたが、今中山さんなり一部のマスコミを含めて、野党はですね、1議席増えたと、このようなことを盛んに言って、私たちの戦いというんですか、ないしは稲嶺さん自身がどうも危なかしい、こういうふうなデマをばらまいていますが、結論から申しますと、稲嶺さんが1月の市長選挙で獲得した得票率は約 55% です。で、今回市議会議員選挙で、基地建設反対するという立候補者の事前の調査を合算しますと、当選した、その中で当選した人たちの得票数率を合算しますと約 58% です。すなわち、名護市民の基地建設反対の世論は進んでいると、広がっているというのが結論です。彼らがなぜそういうことを言うかといいますと、間違いなく11月の県知事選挙に向けて、戦いを諦めさせると、そういうふうなことが狙いであることは先ほどの方の発言でも明らかだろうというふうに思います。私たちは、現地で今可能隊なりぷかぷか隊なり海上行動を行っています。そしてゲート前における座り込み闘争もやっています。大体平日で5、60人、日曜日は家族連れ、月曜日は島国見会議が役バス3台を連ねて参加をし、200人から300人が行動に参加しています。同時にこの戦いを支えるという形で、この大阪での地なり京都なり東京においてはほぼ1週間単位で、現地に派遣する体制ができてきています。だからこそ私たちはこの現地に派遣する人々とともにその報告を受けて、この地において戦いをさらに広げるということが今最も問われているだろうというふうに思います。さて、私たちはキャンペーンセンターは現地の戦いで9月の7日の投票を踏まえて9月の8日には沖縄防衛局交渉をしました。そして直近の沖縄の県民会議は3日前に沖縄県交渉をしています。何を交渉しているかといいますと、今埋め立ての変更申請をどのようにして遅らせるのかと、こういうことをやっています。今沖縄防衛局なり政府は10月末にはまでに変更申請を認めさせようというふうな動きをしています。そして11月の16日の沖縄県知事選挙までに何らかの形で実態ある後戻りできないような埋め立てを一部やりたいと、
これが仮作業場をなんとか実行したいということです。こういう動きをどう止めるのかという形で、私たちや沖縄県民会は仮ヤードを埋め立てをさせない、そのための戦いというのを今交渉等でやっているわけですが、ポイントは皆さんご存知のように、この5月から7月に沖縄における、ごめんなさい、辺野古沖の西海岸、小浦湾の西海岸に自分の歯磨きが110本発見されています。この110本の自分の歯磨きをどのように見るのか、もう一度アセスメントをやり直すべきではないのか、ないしは今海上保安庁が3橋から出動していますが、その3橋自体あるのは海下モバが密集している場所です。これどのように沖縄防衛局なり沖縄県は扱うのかというようなことを私たちは交渉で追及をしています。でこのことについて、少なくともそれについては検討し、科学的な、まあ、科学的なと言いませんが、環境等監視、環境監視等委員会で議論をして、その結果を踏まえながら明らかにするということまで言わせています。皆さん、この戦いを共に現地と本土を結びながら戦いを作っていくということこそが、彼ら政府防衛省が狙っている戦いを諦めさせるというふうなものに対する戦いのポイントだというふうに思います。で最後ですが、私たちは9月の15日に、ジュゴンで取れんという取り組みをしました。で当面、10月の11日には満月祭りという取り組みを大阪の地で、沖縄を、16回ですが全国各地同時に行います。まあ、そういうことで皆さんのご協力をよろしくお願いします。皆さんに案内させていただきたいんですけれども、事後保護キャンペーンセンターが中心になって実行委員会を作りまして、沖縄初の満月祭りを大阪でも開催しようということで今頑張っています。沖縄の辺野古の浜では今年16回目の満月祭りが行われます。それに、今年とても重要な時期なので、沖縄の満月祭りの皆さんが全国各地でもぜひ同時開催をしてください、全国で盛り上げてくださいというふうな呼びかけがありました。でその呼びかけに私たちはぜひ大阪で応えたいと思って、大阪で同じ日10月の11日に満月祭りを開催します。今日満月祭り、入場無料でやってまして、本当に手弁当で実行委員会作ってやってます。参加協力費といいますか、賛同費、賛同金も一口1000円で集めてますので、ぜひ皆さん満月祭りを成功させるためにご協力お願いします。このチラシを持って回ります。よろしくお願いします。それではここでまたちょっと寒波の話なんですけども、辺野古の現地に、寒波を送りたいと思います。現地支援をしたいと思います。それで皆様にご協力のお願いです。今日はこの寒波袋を持ってスタッフの方が回ります。ぜひご協力していただけたらと思います。今日集まった寒波の方は、この集会の必要経費を除きまして全て全額現地に届けたいと思っています。今現地では本当にたくさんのいろんなお金もかかります。毎日辺野古のテント村からキャンプ場部のゲート前までピストン輸送で送迎車が出されています。そのガソリン代もかかるでしょう。また暑かったり本当に大変です。その冷たいものを用意したりおやつを用意したりいろんなことでかかります。そして、海に船を出すのには燃料費もかかります。またカヌー隊、プカプカ隊、今頑張って海の行動を続けていますが、もっとカヌーがあればもっと止められるのにという声も聞きます。カヌーをまた1台2台増やしてもっともっと大きな動きにしていきたいということも現地から聞いています。この大阪でも現地目に見える形で、支援していきたいと思います。皆さんのお気持ちをどうぞよろしくお願いします。カッパ袋を持って、回りますのでぜひご協力ください。では続きまして、市内させない戦争協力関西ネットワークの中北さんからご挨拶をお願いします。
さんから現地の報告がありました。海上保安庁が海上での抗議活動に対して様々な規制弾圧をかけている、その実態がリアルに明らかにされたと思います。海上保安庁はこの規制について海上保安庁法によってできるんだとして正当化を図っています。しかし、昨日高作さん、沖縄基地問題で講演会がありました。高作さん、関西大学の憲法の教授ですけれども、昨日の講演でも明らかにしたようにされたように、この海上保安庁法にはですね、海上保安庁にそうした規制をかける、すなわち停戦を命じたり身体を拘束をするような規定は全くありません。単なるですね、組織法、それが海上保安庁法です。したがって、海上保安庁の見解は全くでたらめであり、今やっている規制弾圧というものは全く法的根拠がないということが明らかだろうと思います。私たちがデモをしているように、会場での抗議行動も表現の自由、表現の権利の行使であります。法的根拠もなくこれを規制弾圧するというのはまさに人権蹂躙であります。そしてまた池宮城則夫弁護士が琉球新報でもおっしゃっているように、令状もなしに身体を拘束をする、これまた憲法で定められた令状なしに逮捕、身柄拘束できないという令状主義の原則違反であります。自重三重にですね、憲法違反を犯している。この海上保安庁に対し断固として、この大阪の地でも共に抗議の声、怒りの声をですね、ぶつけていきたいと思います。ではなぜこうした違憲、違法な手段を使ってまでシャニムに工事を進めているのか。これまで私たちは11月19日投票の沖縄知事選で中今現知事を勝たせるためだという分析をしてきました。それはその通りだと思いますが、それとともにですね、中今知事が昨年12月21日に行った埋め立て承認、この撤回をですね、辺野古基地反対の候補が当選した場合でも撤回をさせない、させにくくする、そうした企みだというふうにも見ておかなければならないと思います。既成事実を積み重ねてもう撤回ができないという条件を作っていく、そうした悪だくらみだと捉えていかなければならないと思います。ではこの中山知事が昨年行った埋め立て承認を撤回できる法的根拠があるのかということが問題になります。昨日の高作さんの講演でも明らかにされたように、行政法で行政行為の撤回の規定があります。これでできます。しかしですね、この撤回をするためには何が何でも無条件にできるというふうにはなってません。行政法では公益上の理由が必要だというふうに定められています。小長さんが勝利をした場合、この撤回をどのように実現していくのか、埋め立て承認をどのように撤回をしていくのか、大きな政治課題になってくると思います。同時に大きな法的課題にもなっていきます。もちろん公益上の理由、憲法で保障された平和、環境、人権、これをしっかり守っていく、そのために基地はいらない、公益上の立派な理由があります。堂々たる憲法上の根拠があります。では政府はこれを認めるでしょうか。安保を何よりも最優先する、戦争する国に邁進している安倍政権は絶対これを認めようとしません。したがって基地建設の工事をこれ以上進め、させることができるかどうか、それをストップできるかどうか、そのための重要な要になる、鍵になる埋め立て承認の撤回、
をめぐってですね、公益上の理由の解釈をめぐって法的にもですね、安保か憲法かということが全面的に問われていくということになります。戦後砂川事件というのがありました。1955年砂川基地の拡張工事が持ち上がって地元住民が反対運動を展開をした。ある日の行動で一日の行動で千数百人が負傷する、そういった血であがなった戦いによって政府は砂川基地建設拡張工事断念をしました。その後農民たちがもともと生まれていた農地を取り返すために返還訴訟を起こしました。そういう中でまた再び激突が行われ、それが刑事特別法違反でですね起訴をされ、そして安保は違憲、米軍はあってはならない存在だという伊達判決が出されました。その後最高裁判決でですね、アメリカと最高裁長官の司法権独立を放棄した行為によってこれがひっくり返され、安保最優先の最高裁判決が出されました。こうした戦後基地をめぐっての安保か憲法かという全面的な対立がありました。公益上の理由をめぐってですね、辺野古基地建設をめぐってそうした対立もう一度繰り返し、今度こそ勝っていきたいというふうに思います。基地建設着工の行われた1月1日、この日まさに集団的自衛権行使容認の閣議決定が行われました。たまたま偶然なのか、そうではありません。集団的自衛権行使容認、安保強化と辺野古基地建設とはまさに一体のものであります。集団的自衛権発動の根拠地として辺野古に基地を作る、沖縄を軍事要塞化する、そういうためにですね、安倍政権7月1日に同時にですねこういう決定をし、工事着工に踏み切ったのであります。先ほど名護市議選報告でもありましたように、沖縄の人々は基地新設を許さない大きな戦いのうねりを作り出しています。私たちもこの沖縄の平和への願い、熱い思いに応えて本土での辺野古基地反対の戦いをさらに盛り上げていかなければならないと思います。それとともに、それと一体多分の安保強化の動き、戦争する国づくりの動きを止めていく、この2つを1つの課題として戦うことが求められていると思います。先ほど陣内さんが報告したように、11月9日大阪城野外音楽堂で足止めさんを招いて、集会を開きます。最前線で戦う足止めさんの熱いアピールを受けて、その思いをしっかり共有をし、関西での辺野古基地いらない思いを共に広げていきたいと思います。同時に反安保、戦争する国づくりを許さない戦いと沖縄の基地強化、反対の戦いは一つだという立場から、この11月9日同時に辺野古基地建設都市の課題とともに戦争をさせない、そんな日本を目指して、戦争をさせない専任会、現在全国で各都府県で約40近くすでに結成されております。大阪は遅きに失している感がありますけれども、11月9日戦争をさせない専任会大阪の結成もいたします。3500人埋めて、大きな基地はいらない、戦争はあかん、そんな声をですね共に広げていきたいと思います。頑張りましょう。中北さん、ありがとうございました。今本当に私たち一人一人が問われているのだと思います。日本が本当に戦争する国になってしまうのか、いや平和を本当に選び取っていく国になっていくのか、また本当民主的な国でありえるのか、法治国家としてちゃんとやっていけるのか、その大切なことが今私たち一人一人が
辺野古の問題を通して問われていると思います。辺野古の新基地建設を止めて本当に日本の国が良い国になっていくように私たち社会を大きく変えていきましょう。本当にそう思います。ここで、ちょっと飛び入り参加なんですけれども、今日沖縄の浦添の、平さんが今参加してくださってます。でちょっとここで辺野古の歌、辺野古の浜の歌、辺野古基地建設反対の替え歌っていうのがあるそうです。ちょっと一声歌ってくださるそうなので皆さんお聞きください。こんにちは、沖縄出身の平良佳乃です。今現在は大阪の大学に通っています。今の政府のこの強制的にどんどん進めていく工事に対してとっても疑問があって、それに対する思いを込めて、またでもまだまだ自分たち絶対諦めないっていう思いを込めて、沖縄にあるユニオンの曲を使って替え歌を作りました。聴いてください。反対してる人の意見聞かんさ、は誰よ、機関で工事進めているさ、だからよ、どんだけよ、住民の声に寄り添ってんさ、はい、言ってんかったっけ、心から賛成するの、しょうがなく賛成してる人もいるさ、賛成させようとお金使ってるさ、本当の明日っていいのかね、沖縄じゃなくてもいいさ、沖縄
地は本当に危険だから、危険なので本当に早く撤去してほしいです。だけど、だからといって、なんで辺野古なのかなっていうのがあります。なんでこんなに政府は辺野古にこだわってるのか。こんなにもたくさんの人が反対してるのに、また、名護市長選でも2回も稲嶺さんが当選して、中山さんも最初は県外移設って言って当選してるのに、お金のせいで。承認して、なんでこんなにもう100年1回作ったら100年も200年も固定化されるかもしれないのに、こんなに急いで工事どんどん進める必要はないと思います。本当に最後まで絶対絶対作らせたくないので、自分もまだまだ。同世代の人たちにこの辺野古の状況まだ分からない人はあまりいっぱいいっぱいいるので、どんどん知らせながら頑張っていきたいと思います。皆さん最後まで諦めで頑張りましょう。ありがとうございます。さゆらさん本当にありがとうございます。きっと皆さんの心に響いただろうなって思います。辺野古の座り込みテントのテントに大きなバナーが掲げられています。そこには勝つ方法は諦めないことっていうふうに映っちゃった勝つ方法は諦めないことって大きく張り出されています。私たちを本当に最後の最後まで諦めないで、いやもう勝つと勝つために頑張りましょう。先ほど皆さんにご協力いただきました、現地を支援するためのカンパですけれども、集計が出ました、今日は、62,634円たくさん集まりました。ありがとうございます。これは今日の集会の必要経費を差し引かせていただいて、すべて現地に送らせていただきます。ありがとうございました。それではこの後、デモの方に移っていきたいと思います。その前にいくつかご案内とお願いをさせていただきますので、よろしくお願いします。海上保安庁が本当にとんでもない暴力的なことをしていますので、沖縄のその海にも大阪からも大阪の海上保安庁からも行っているだろうということで、9月26日に、海上保安庁大阪海上保安幹部に、申し入れ抗議行動をします。前衆議院議員の服部さんも当日参加してくださいます。9月26日、大阪市営地下鉄の大阪港駅一番出口を出たところで12時45分に集合です。もし時間のある方、都合のつく方はぜひ一緒に参加してください。海上保安庁に抗議の声を上げていきましょう。もう一つ今日のデモなんですけれども、いつもは西梅田公園まで歩くんですけれども、今日はちょっと、異例でして、解散地は末広前大阪の新地の真ん中になります。流れ解散となりますのでご注意ください。あと10月5日の集会のチラシ集会なんですけれども、今日皆さんにチラシをお配りしていると思います。ぜひ10月5日もたくさんの方にお集まりいただけるように、また周りの友人知人仲間を誘ってぜひ参加ください。今日デモの終了後に、大阪行動が毎週土曜日に街頭行動をしています。そんな街頭行動日でもあります。今日も大阪行動さん行動されますので、都合のつく方はぜひ合流してみてはどうでしょうか。よろしくお願いします。では最後に今日のシュプレスポールをちょっと練習してから、デモに移りたいと思います。じゃあハンさん、シュプレスポールの方ちょっとお願いします。じゃあ早速いきます。辺野古の新基地絶対反対、辺野古の新基地絶対反対、普天間基地を撤去しろ、普天間基地を撤去しろ、
天間基地を閉鎖しろ。新基地反対。普天間撤去。米軍基地はいらない。新基地建設絶対反対。新基地建設今すぐやめろ。闇討ち工事を許さんぞ。闇討ち工事を今すぐやめろ。海上保安庁弾圧やめろ。海上保安庁暴力やめろ。抗議のカヌーを妨害するな。仲間の首を絞めるのやめろ。防衛局も弾圧やめろ。過剰な警備を今すぐやめろ。弾圧警備を今すぐやめろ。殺人鉄板今すぐ撤去。在沖米軍アメリカ帰れ。在沖米軍今すぐ帰れ。オスプレイも帰れ。オスプレイも帰れ。米軍基地を撤去しろ。集団的自衛権絶対反対。日米同盟絶対反対。主権を守れ。看護を守れ。自然を守れ。主権の海の埋め立て反対。では、デモに出発に入ります。デモの出発の準備を皆さんお願いします。楽しく元気に辺野古の海を守るため、基地を止めるため、頑張って大阪の街を歩きましょう。よろしくお願いします。まもなく、本日のデモ出発します。足がしびれた。足がしびれて動かれない。ちょっと待って。このマイクを持っている僕が先頭ですので、先頭の方こちらの方に来てください。マイクで喋ってる私がデモの先頭ですので、足がしびれて動け。先頭に横断幕を持つ方は、まもなくデモ出発します。まもなく、みんなで行こう辺野古へ、止めよう新基地建設、大阪同時アクション。まもなくデモ出発します。今天満署名物のウリュウがいますね。ご存知のように2時49分にはデモを出発させません。2時50分
50分になると早で早でというふうにお巡りさんが言います。50分にデモ出発をいたしますので、出発の準備をよろしくお願いをいたします。いや、こちらこちらではわからない。ここですよ。先頭の方です。先頭の。ここですよ。こちらではわからない。50分だったらチェッカーフラッグが振られますので。仲間の首を絞めるのやめろ。仲間の
現在音声復帰したということで、Yeah.
こちら公安です。普天間基地を閉鎖しろ。大阪府警の人ですか？あなた大阪府警公安三課の人ですか？あんた公安か？おい置いた公安です。はい、普天間撤去、新基地建設絶対反対、新基地建設。
音声状態は、あ、どうもありがとうございます。ちょっと一旦ちょっとI'm gonna go get some more.
言を守れ。中入ってください。自然を守れ。自然の海の埋め立て反対。ジュゴンの海の埋め立て反対。うそつき中今許さんぞ。うそつき中今許さんぞ。沖縄県民無視するな。沖縄県民無視するな。沖縄県民無視するな。沖縄県民を侮辱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 するな。エラコの新基地絶対反対。Thank you.
遊びください。Thank you.
ちらデモの解散地点なんですけど、この後引き続きですね、ここの近所にある大阪駅前人民広場で辺野古に基地を絶対作らせない、大阪行動があります。スプレーコール！スプレーコール！辺野古新基地建設を削ろう！辺野古新基地建設を急がろう！県民大行動に連帯するぞ！県民大行動に連帯するぞ！辺野古新基地建設阻止まで戦おう！辺野古新基地建設まで戦おう！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 終わります！ご苦労様でした！はい、大阪行動がこの辺りだ。またね、いろいろ表現しとりに人はこの大阪行動に来てください。大阪決まりです。お時間のある方はよろしくお願いします。マイク。今メール入りました。参加者は5500人です。沖縄メール入りました。今で、この後、引き続きですね、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動の方に向かいますんで。どうも、お疲れ様です。5000人超えるか。5500人。今日ちょっと大変もあるし、終わるかな。噂では7000人っていうもう話もあるんですけど、今からちょっと辺野古に基地を出たりとか、はい、行きます。この後ですね、
辺野古に基地を絶対作らさない大阪行動の方に向かいますんで、まあ、引き続き行われます。どうやって行くのか、まあ、ついていったらいいか、まあ、あのこの近くなんですよね。ここはあの 福屋さんです。すごい美味しいんじゃないですか多分。あのここはあの北新地っていうとこです。なんすか、ここは北新地っていうところで、なんだっけな、なんて言ったらいいかな、どなたが待ってはるんですか。誰が待ってはるんですか。ヒージャーマイルナスかな。ちょっとわかんない。ちょっとこっちに行きますよ。編集はしやすいような気もしてきたんですけど、歩いていくんですね。歩いていける距離なんで、どこ行っていくのかな。地下街を通るか。あ、すいません。あ、以上、すいません。電波的にはあの外の方がいいななんて思ったりとかしたりし。デモのやつが、あのデモの、警官帰ってきましたね。ここ電波いいんですよね、やっぱり大阪親から、大阪のその梅田電波いいですね。信号が赤信号になるんです。ちょっと分かりますよ。
あの今なんか点でバラバラになんか皆さん、大阪駅前の方に向かってます、あっちの方もいっぱい見えますね。あっちの方見えますね。どうやって行くんやろ。まあ、足がついてったらいいです。こうなんていうか、ここはやっぱり電波いいですね。やっぱり全然切れないですね。切れるかなと思ったんですけど、あちらが大阪丸ビルになります。なんかダイソーでしょうね。だからもう外がなんか明日で横が雨が吹きつけた雨漏りとかするじゃないですか。初めてそれを。あれがソニザキ警察です。でこれ阪神百貨店ですね。現在ゲリラ対策者が先回りしてきてる。毎日本ですね。毎日本。あの時は原発事故が起きました。まあネット系の右翼。この原発事故、最初原子力発電所の工場長吉田さんでしたっけ？あの方が逃げ出したみたいなことをね、新聞社が書かれて、どこの新聞社か言いませんよ。言いませんけどね。言いませんけども。今度は週刊朝日までが全然会社違うんだけど、週刊朝日テレビ朝日朝日新聞って全然会社違うんだけど、週刊朝日彼らの中ではあれなんです、一緒なんです。日刊スポーツまで、日刊スポーツって朝日新聞の子会社だったんです。子会社だったんですか。今あだこうだあだこうだと身振り手振りで一生懸命していたのかどうかわかんないですけどね。単な音報告とか出してほしいですね。俺の言ってる場合じゃない、どこに行くんだあなたは。里山さん、中国にいますよね。あの人も一体どこの総理大臣なのお聞きしたいね。一時一つあれでね、沖縄県民が沖縄県民じゃない人と真っ二つになってしまったみたいなことね、笑い話じゃないですけどね。沖縄になんか知らないけど、あの沖縄は無事な中国じゃない人がたくさん来てるなぁみたいな感じで、なんか増えてきて何かなと思った。派手さんがいらんことですから、今もう埋め立ても始まりましたし、残念ながら落ちてきましたからね。この後俺たちの戦いはこれから。
ったんや。トイレのカビや掃除用の紙で使えばいい。え？ティッシュね。はあ。あのあれっす、なんかな。これを行ったらいいんじゃないか。ああ、そっちじゃないです、そっちじゃないです。ああ、まあいいか。あ、そっちから行くんですか。前に思ってニコニコ生、ニコニコ生放送とか、あっち系のやつらですね。なるほど。だから、自民ネットサポーターズとか、あっちの系列だと思うんですけど。JNSC ね。あっちの業界はよくわかんないんで。なるほど。わら人形なんですよ。あもうスタンバイしてますね。大阪駅の駅員の人が、待ちかねていますね。なんで今日少ないやろうと思ってると思うんですけど、ちょっと待ちが入っていく。ちょっと若干遅刻気味ですよ。先遣隊がもう行ってますので大丈夫なんですね、これ。あ、すいません、どうも。あ、この人取れないです。すいません。国会議員以外は総理大臣になれないだから。12年の、衆院選は憲法違反で。選挙無効だから国会議員には当選してない。国会議員以外は総理大臣になれないだから安倍晋三は総理大臣にならない。憲法上そう決まっているって。あ、待ってます。あ、待ってます。あ、待ってますね。なんかあ、強権検閲の献血です。献血ではいないです。でもエア献血者はいるんですね。エア献血、なんか今日なんか献血者いない時の方がなんか運びが多くなるんですよ。なんか不思議ですよね。意味が分からない。空間を仕切って、あそこがなんか空間占領が高いとかそういうわけでもないと思うんですけど、空間占領が高いとかそういうやつが偉いことだと思うんですけど、なんかね、中途半端な放射性物質がありますとかそういうわけだったらやばいと思うんですけど。どうせ買うんだったら充電場にでもしてあげればいいのに。ここでなんかクレープでも売るとかする、うん、クレープとかかき氷とか、かき氷とかクレープとか、あとサラダアンタギ。え？こちらの方はJR 西日本の直系子会社の、JR ビルメンテナンスっていうあるんです、警備会社の、はい。あ、どうもどうも。職員さんとこの皆さんもやっぱり基本的なパートですねの方がほとんどだと思うんですけどね。今日は駅員がちょっとしかない。
はい、メンテナンス会社の警備員さんが4名ですね。まあ大体これぐらいですね。このなんすか、ポールを守ってるんです。ポールポジションを。なるほど。ポールポジションって言ったらですけど、それだけ警察の植え込みの土壌は、0.13 マイクロシーベルトということで、結構大阪高いんですよね。やっぱり瓦礫装着の後ですからかね。どうなんすかね。あと関西電力前が 0.2 ぐらいあったりとか、市役所の前も 0.2 ぐらいあったりとか。マジ怖い。奈良で最低 0.06 なのに。あ、やっぱり奈良は低いんですね。あ、いや、滋賀だって場所によれば、ただ大阪は公のデータでも東大阪市が一番高い。やっぱりその広域処理のがれきの他にも、だから普通のなんか民間の業者とかがなんか持ち込んでるのかもしれないとみんな思って言ってるんですけど、まあただ東大阪って前から喘息にもなりやすいし、いろんなものがたまるんかもしれません。はい、北海道とかの方が線量低いで、青森とか。もともと東日本の方が低かったんですよ。うん、兵庫県は有馬温泉があるから高いかななんて思ったりともするんですけど、有馬温泉ですね。どうもよくわからないですよね。311遺伝からのデータとか、自分の部位で遺伝からのデータとか、そう、もっとデータがないと。その全のその311以前のデータによると、大阪で 0.05 とかそんなやつだったらしいです。なるほど、今の奈良県と変わらなかったんです。じゃあどう考えても、ガレイキとか、311とか。そうと思いますけどね。だからその物流とかどん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 来るじゃないですか。うん、でそれをゴミにしたら全部それもあれになるでしょ。例えばどこやったか、例えばインスタントラーメンの具あるじゃないですか、あれの具の専門会社がの本社が避難しなんすか警戒区域内にあったん。いやもうインスタントラーメンちょっと食べられへん。まあ、基本的に工場はいろんなところにあるらしいんですけど、本社工場がその警戒区域の中にあるらしい、うん、そういえば沖縄も核兵器持ち込みされてるし、どんだけ被爆というか恐れされてるんでしょう。原子力潜水艦とか原子力空母とかがいるんで、トリチウムとか出てると思うんですよね。トリチウムって除去できないんで、だから全世界の全原子力発電所とも垂れ流し状態なんですよ。水と同じなんで、だから結構出てるんじゃないかなって思ったりとかして、電気1号終了。ちょっと待って、よしよし。はい、ちょっとあれ。よっ。なんていうか、その、ハンさんに限らず、ジュゴンの中の人は実は極意おったんだったりしますよね。いやいやいや、あれなんですよ。ファンタジー。すごい逃げてますね。すごい逃げてますね。その辺に逃げてる、やっぱり。正面から見ると目がないかように見えるんで、かなりびっくりすられると思うんですよ。予備知識がないと、ネズミ色のエビフライに見えるということで。ネズミ色のエビフライ。もうちょっとキツネの人が美味しそうに見えるかもしれないですね。やっぱり空から見たときに、その保護色とのないようにああいう色をしてるんですね、15中は。すいません、バナーの前に立ってたんですよ、バナー。ネズミ色のエビフライということで。いや、エビフライじゃないんですよ、15なんですよ、あれは。
エビフライ、まあ僕もエビフライは好きですけどね、まあ、結構でもエビフってよ見たらなんか怖いなぁ思うんですけどね、でも食べたら美味しいから、まあしゃあないって感じですね、やっぱり。あいつ諦めになった人が増えたな。あ、今日はちょっと、今日はちょっと今日はちょっと疲れたっていうことで、あ、エビフライじゃない、ジゴン、ジゴンです、ジゴン、ジゴン、ジゴン。あのエビフライではないですけどね、まあ、でも形と色さえあれやったらエビフライしか見えないんですけどね。激しく動いてます、はい、今日は。今日は割と涼しいからですね、もうだいぶ涼しくなってきたんで、あの活動限界も割と到達するのも割とあれなんじゃないかと思います。あのカトキチとかですね、例えば、あ、ハト。本日は、辺野古に来ては絶対作らせない大阪行動、第528回目ぐらいだと思います、多分528回やなるような気がするんですけどね。ちょっと大体最近よくわからないようになってきたんです。今日って、ああ、ちょっと、今日は大阪コード第528回目ぐらいのはずなんですけど、ちょっと聞いてみよう、誰かに。ちょっと不安な時は。あ、528ですね。はい、やっぱりですね。えらい。本日、第528回目の、辺野古に基地を絶対作らせない大阪コード、先ほどの、みんなで行こう辺野古へ、富雄新基地建設、大阪同時アクションのに引き続きですね、長いからあんまり覚えられないんですよね。大阪その辺野古同時アクション辺野古新基地反対同時アクションに、引き続きですね、ですね、エビフライですか？エビフライ。エビフライを食べると応援。その意味限でもええってぐらいみんな逃げますね。どういうことやっていう、怪しいもんじゃないです。ジュゴンですので、どうも、こちらは綺麗な海です。あ、海が好き、海が好き、人が好き、海が好き、レッツ美ら海沖縄散歩ですね。これです、これこれこれです、これこれっていうか、これが熊の実ってやつです、やつですってあれですね、やつですじゃないです、これが青サンゴっていうやつで、です、これなんかカニみたいなやつですね。これは浜サンゴ、結構出た浜サンゴ、IWJ さんの、はい、ツイキャスで、辺野古 のスパーツ大山とかところにはこういうやつとかないらしいですね。なんか単なる砂とか藻と砂だけが、逆にそういうところがジュゴン来やすいかもしれない。そうそうそう、あんまりあれを食べてるんやろ、藻を食ってるんですね、
だからあんまり3月とかあったらなんか痛いじゃないですか。痛いじゃない。新しいビラですこれ。あ、これニュービラです。ニュービラ。で、海が中心だから早く。海が好き。うん。欲しい方はいつでもどうぞ。まあ今海ですか。どうもどうも。あ、どうもどうも。お疲れ様です。エビフライエビフライ。エビフライやじゃないですか。ジュゴンが正面から見るとなんか割と紫ネズミ色のエビフライに見えるっていう。あ、すみません。ビラクバっていうのに話しかけたらあれですね、今日は駅の人は少ないですね。なんか、あ、すみません。パオンさんから今日のビラ一式ください。また今度って。誰が？パオンさんが。あ、パオンさん、はい、了解。ということです。了解です。かな。どうも。どうも。ということで。ですね、まあなんというかその、今日はなんというかその、今日は割と少ないというか温度が低いから。辺野古に一応出てますからですね、今日は割と温度がいい感じなんで、割と爽やかな秋日和な、その何ですかね、まあビールが飲みたくなってくるような、そんな昼下がりな、今日この頃ですね、まあいつでもそうなんですけどね、まあそうなんですけどね、ジュゴンですね、ジュゴンですね、ジュゴンじゃないですか。大阪は近畿大学にそのあれですね、原子炉があるんで、ところですね、先ほどもこちら、なんか落ちましたよ。先ほども述べたんですけど、このツイキャスのですね、コメント欄NG 設定っていうやつをがあるんですよ。それを今まで高いにしてたんですね。高いにしてたら、高にしてたらですね、なんか特定のワードがですね、こっちの関係なく、僕に関係なく、その NG ワードで勝手にされてもて、例えばですね、ブロックとかですね、コメントっていう字もダメらしいんですよね。それがだからコメント欄に反映されなくなるっていうことがこの前判明してんで、設定を低いにしたんです。だからその設定も直しましたんで、僕、昨日の夜中に直したと思ってたら直せなかったんで直しました。というわけで、ちょっとコメントが投稿できなかった方、ご迷惑をおかけしましたということで。あと、最近ツイキャスもですね、リツイートボタンがなくなったりとかですね。あと、このさっき言ったこの勝手に NG ワード問題もありますし、なんかどういうことやねんって話なんですね。あ、オッケーですね。大阪オッケー。あ、もう部屋見えてます、見えてます。バリバリ見えてます。ブロックダメでしたね。ダメでしたか、今まで。ブロック、だから、汚染水はブロックされてますがダメなんです。だから。そうです。リズムボタンないんですよ。この前ちょっと廃止されてまして、これちょっとツイキャスを運営するモイ株式会社の方にちょっと問い合わせメールを入れさせてもらったんですよね。問い合わせメールというか要望書ですね。要望メールを入れさせてもらったところ、貴重なご意見を伺いますって、それだけなんですね。
多分そのサーバーの負荷軽減ということなんやと思うんですけどね、全然そういう説明も全くないですからね。もうすごい便利悪いんですよね、これは。どういうことやねんっていう話をして、さっき言ったあの勝手に NG ワード機能とかつける暇があったらですね、そういうあのリツイートボタンぐらいちょっとなんとかしてなという話なんです。どこで、そうやろ。今日は引き続き、昨日に引き続きだいぶ涼しくなったんで、昨日に引き続きですね、携帯にヒービタ貼るのをやめてますね。今日はもうヒービタ貼ってないですね、ちなみに。